徳島県道、香川県道106号穴吹き潮の江戦は、徳島県三間市から香川県高松市に至る一般県道である。徳島県側の県道標識では、穴吹き潮の高線となっている。本項目では、この県道の前身となった大滝寺子市についても触れる。奈良時代726年の大滝寺会期以来より、主限道における道寺への主限参道として、 平安時代を通して、阿波と佐抜の両国より開かれた、大滝寺子市を前身とする、腰県剣道である。ただし、大滝寺子市は、江戸時代初期頃までは、阿山両国をつなぐ、主要道として重宝されたものの、主元山道として開かれた由来と、標高900メートル付近まで登る高所ゆえに整備が行き届かなかったため、途半には、難が多かった。江戸時代中期より、 かり、工業などの取引往来が活発になり出すと、その当初こそそれらにも、大滝寺子氏が用いられていたが、ほどなく、交通の難を解消し、小取引負担を減少させるためアイグリ峠が開かれ、主要道としての物流の流れがそちらに移行し、さらに明治時代に入ってからは東側へ、大きな迂回路とはなるもののより平坦な清水峠が整備されて、戦後においては、 道陶芸が自動車社会に対応するようになり、迂回による時間の問題も解消され、阿山両国の交通の支部を担うようになり、本土の意義が弱くなっていった。のみならず、明治時代においては、廃物希釈に伴う主限禁止令によって、主限巡礼による通行量も大幅に激減してしまい、大滝寺子氏は、それらの長い時代の流れと共に廃れていくこととなった。 以上の事情から、本路も区間の途切れなく、奇襲点が一本につながった舗装路となってはいるが、周囲に上実した各道路に代表される、さらに走りやすい県境越え道路があるため、奇襲点付近の交点での案内標識では、徳島県側では、県境付近の集落名となっており、香川県側に至っては、行き先が何も表示されていない。実際走行すると、起点付近、 終点付近のわずかな区間を除けば、舗装は比較的しっかりとしているものの、幅の広い車であれば、通行困難な一車線のすれ違いのできない道が延々と続く。また、案内標識が少なく、上記の県境付近の集落付近ではいくつか分岐する道があることもあり、前線走破するには注意する必要がある。ただ、徳島県内の県境付近では、広域農道と、 大滝山や大滝寺、西寺市神社への取付道路として整備されたことから、この区間だけは1.5から2車線が確保されている。ただ大滝山付近へのアプローチも、徳島県側からであれば広域農道や下機徳島、県道252号を大谷脇町線経由で、高点まで走った方が走りやすい。一方、大滝寺が、上記の通り古来よりの修験寺であり、同時に、 四国別格二十霊場の二十番札所にして四国八十八箇所の阿波川総奥の院であることから本堂の一部区間は同時への変路道あるいは開かれた当初の主限参拝道としての性格について現在もなお残されており本路上においては時折同巡礼を行く変路者の存在が見られることがある二千十八年一月現在川川ダム工事の影響で終点近くの さぬき温泉付近が通行止めとなっているが、この東側にダムの堤防に創業にう回路が作られており、そちらを通って大滝山方面及び国道193号へ抜けることができる。橋梁、ありがとうございます。